はい、プレーボールどうも、野球人です。 DeNA 新外国人ガデルマン獲得発表、最速159キロ、MLB20 勝右腕ということでございまして、横浜 DeNA がですね、新外国人選手を獲得しました。ガゼルマン選手、ピッチャーなんですけれども、非常に速い球を投げて、実績もね、そこそこある選手というところで、なかなかね、面白い選手を取ってきたんじゃないかなっていうふうに思います。今回はね、彼がどういう選手かというところも含めてお話していきますので、まずは今回の記事からチェックしていきましょう。はい、横浜 DeNA が新外国人右腕ガゼルマン獲得へ。 DeNA がシーズン後半戦に向け補強に動いた、メジャー通算20勝を挙げるロバート・ガゼルマン投手を獲得することが15日分かった。近日中に発表されるということで、もうね、これ発表されております。今季はカブスでプレーし、同参加トリプル A を自由契約とされた同投手はキレのあるツーシームスライダーを駆使し、内外角に投げ上げる制球力も武器とする。メジャー通算184試合に登板、先発リリーフと経験豊富な右腕を補強。ヤクルト独走の中、セ・リーグ2位以下では唯一自力 V の可能性が残る DeNA が秋の勝負に備えると。勝負の秋に向け、 DeNA が正投手陣に厚みを持たせ、反撃体制を整える。水面下で補強に動く中、白羽の矢を立てたのは先発リリーフと経験豊富なガゼルマン。今季序盤は鈴木誠也とカブスでプレー、中継ぎで8試合に登板、0勝2敗、セーブ防御率 4.70。カブス参加トリプル A では9試合に先発し、現地時間13日に自由契約が発表。メジャーでの実績が大きな期待を抱かせる。通算184試合に登板し、20勝18敗15セーブ。防御率 4.60。メッツに在籍した17年には22試合に先発し8勝マーク。リリーフに転向した18年は68試合に登板、6勝3敗13セーブで勝ちパターンになった。19年にも52試合に登板するなど、メジャー7年間で先発、中継ぎともに経験。現在先発ローテは今永、大貫を軸に浜口、石田、ロメロらで構成。この日先発予定だった坂本、京山、坂口、新型コロナの感染で療養中の上茶谷、東らが候補となる。勝利の方程式は守護神山崎、エスコバー伊勢と盤石だが、田中クリスキーらが故障で離脱、すでに10試合が中止で、シーズン終盤の過密日程が予想される中、ガゼルマンの存在は頼りになる。投球の 50% 以上を占めるキレのある140キロ台後半のツーシームスライダーを駆使し、ゴロを打たせる193センチ、長身不安、両コーナーに投げ上げる制球力も武器で、日本の野球にも順応しやすいタイプと見られる。父はフィリーズ参加でプレーした経験を持ち、ニックネームは G、 浜の G が勝負に向けピースに加わるということでございます。はい、ということで、DeNA ね、外国人選手獲得しました。ガゼルマン選手というところで、もうちょっとね、詳しくどういう選手なのかチェックしていきましょう。はい、ロバート・ガゼルマン選手、2011年 MLB ドラフト13巡目。出身地はアメリカで、1993年7月18日生まれ、28歳、もうすぐ29歳になると。193センチ、95キロポジションピッチャーで、右投げ右打ち、平均球速が約ですね152キロほど昨シーズンは記録しておりました。球種がスライダー、カーブ、シンカー、チェンジアップなどを投げます。メッツで16年にデビューすると、翌年には先発ローテに定着し8勝マーク。翌年からリーフに転向、68試合に登板、13セーブと抑えも兼任。19年も52試合に登板しますが、20年は先発に戻り不振に。昨年はですね、再びリリーフを務め、17試合登板とまずまずの活躍を残すと、奥に FA となり、今季はカブスとマイナー契約。5月に MLB に昇格するも、6月初旬にマイナー落ちとなっていたということでございます。はい、ガゼルマン選手ですね、先発、中継ぎともに経験のある選手で、去年もね、ちょこちょこ投げていたんですよね。で、今季も、メジャーで投げていたんですけど、6月にマイナー落ちとなって、7月の13日ですね、リリースが発表されました。そして今回ですね、横浜 DeNA が獲得といった経緯でございます。はい、ではそんなガゼルマン選手のですね、成績の方もね、チェックしていきましょう。はい、では成績ですね、チェックしていきましょう。MLB の通算成績ですね、見ていくと、184試合で20勝18敗26ホールド15セーブ、366.0イニング、防御率 4.60、 ウィップ 1.40、 奪三振率 7.11、 四球率 3.10 という成績です。はい、というわけで通算成績見ていくとね、やっぱ200試合近く登板していて、20勝を挙げていると。イニング数もね、結構食っておりますし、防御率もそこそこと、で、奪三振率、四球率も悪くないですね。通算で見てもね、やっぱ、なかなかいい成績だなっていうふうには思いますし、セーバー的にも丸っと。はい、で、今季ですね、今季8試合投げておりまして、0勝2敗セーブ、 15.1 イニングで防御率 4.70、 ウィップ 1.30、 奪三振率 5.28、 四死球率 1.76 という成績です。
はい、まあ、今季もまずまずって言ったところですね。防御率的には通算とね、ほとんど変わりはありません。予視球率に関してはね、1.76 とすごくね、いいものを残しておりますし、フォアボールをほとんど出さないと。奪三振率は低くなっているんですけれども、まあまあ、このぐらいの成績だとね、まあ悪くはないんではないでしょうか。はい。で、トリプル A でも投げてまして、10試合で1勝4敗、29.02、ボグルト 6.21、ウィップ 1.38、奪三振率 6.83、予視球率 3.41 ということで、まあ逆にトリプル A ではちょっとね、ボグ率が悪くなってしまっているというところになってます。まあ予視球率はね、まあ0点ぐらいなんですけど、奪三振率 6.83 というところで、まあトリプル A の割にはそこまで三振は取れていないのかなっていうふうに思うんですが、まあ先発なのでというところですね。はい。で、総評見ていきましょう。切れ味抜群のシンカーを軸にゴロを量産していき、先発、リリーフ、両方こなせるのは強みかなというふうに思います。制球力も安定しておりですね、大崩れはしないタイプかなと。で、彼の特徴的にはやっぱゴロを打たせるですね、ゴロピッチャーというところですよね。まあ、シンカー、ツーシーム系のですね、ボールが軸になってくるので、やっぱね、バットの芯を外してゴロが多くなるという傾向があります。で、一方でですね、まあ、前はね、ちょっと三振も取れていたんですが、近年は三振も少なくなってきております。するとですね、内野守備が課題の DeNA では、まあ、ゴロが多く三振がね、なかなか取れないとなれば、多少パフォーマンスにも影響を及ぼす可能性もあるのかなっていうふうに思いますね。やっぱゴロピッチャーっていうところは、内野守備非常に重要となってきておりますので、まあ、そこはどうなるんだろうっていうところが一個と。で、あとは対左打者への BB パーですね。やっぱこう、まあ、シンカー、ツーシーム系統を軸にすればですね、右バッターにはある程度ね、いけるんですけど、左バッターに投げるとなれば、なかなかね、ちょっと厳しいところもあるのかなと。そのため、フォアボールが多くなっているためですね、そこはちょっと不安点でもあるのかなっていうふうには感じますので、まあ、この2点はですね、まあ、ここからですね、要注意しておきたいところかなっていうふうには感じますが。はい。それでもね、実績ある速球派ワンを取れたっていうところはね、良かったんではないでしょうか。シーズン途中のね、補強としては十分期待値の高い選手を取れたのかなっていうふうには思いますので、まあ DeNA 頑張ったんではないでしょうか。はい、というわけで以上がガゼルマンでございました。で、こちらの方もチェックしていきましょう。はい、では DeNA の助っ人というところもチェックしていきましょうか。まずですね、野手で言うと、外がですね、2割5分7厘、8ホーマー、オピス 0.768 ということで。で、オースティンはですね、ちょっと怪我もあってね、まだ試合に出ていないんですが、2軍戦でも出ておりますので、もうそろそろね、1軍に上がってくるだろうっていうところで、まあ、野手はこの2人がいるというところなんですよね。で、ピッチャーはというと、まあ、エスコバーですね、もう42試合投げてますか。40.2 イニングで防御率 2.08 ということで、今季もね、非常に安定した活躍を見せてくれております。彼なしではですね、やっぱ、DeNA のリリーフ陣っていうのは成り立たないのかなと。で、クリスキーが18登板21イニングで1勝0敗、防御率 2.57 ですね。ただ、クリスキーはちょっと怪我で離脱してしまったというところになってます。で、ロメロが11登板で 52.1 イニング、3勝5敗、防御率 5.85。ピープルズが3登板で、3イニング0勝2敗、防御率 15.00 という成績になっております。はい。で、外国人枠はですね、今使っているのは2人のみなんですね。まあ、オースティンと、またロメロかな、計算に入れてもですね、まあ、4人というところになります。外国人枠は5選手、登録できるので、まあ、秋はですね、十分にあるのかなっていうふうには思います。今回のガゼルマンがですね、まあ、合流してすぐ1軍に上がるっていうところは、全然ね、支障はないのかなっていうふうには思いますので、やはり DeNA 的にはですね、もう1人ね、やっぱピッチャー欲しかったなというところで、入ってきてくれるのはね、いいんではないでしょうか。はい。で、あとはですね、まあ、助っ人今回取ってきたんですが、残りの試合額で言うと、今回で68人になりました。結構埋まってきましたね。で、あと、残り2枠ですね。ここをどう使っていくかというところです。やっぱね、まだ育成から上げたい選手っていうのが、ちょこちょこいまして、まあ、故障組で言うとね、平選手とかも、トミー・ジョンから復帰もね、してくるんじゃないかというところになります。まあ、間に合うかどうかはわかんないんですけど、まあ、そこら辺も含めてね、ここの支配下の使い方っていうところは注目かなというふうに思います。まあ、埋めない場合も全然あるんですけれども、どうなるんでしょうと。はい、というわけで、まあ、残りですね、補強期限、7月31日までこの辺もね、注目かなというふうに思います。では今日は以上ですね、最後の一定の反応を見て終わりましょう。
はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。三原さんの言葉は嘘じゃなかったのねということですね。はい、そうですね、三原球団代表がクリスキーを獲得したぐらいの時かな、まだクリスキーじゃ終わりじゃないみたいなこともおっしゃっておりましたので、まあファンはね補強を待ち望んでいたんですが、一度経ってもですね補強が、行われる気配がなかったと、あの言葉は何だったんだみたいな感じになってたんですけど、この度ガゼルマンを獲得と。まあ、あの時のね、言葉の真意は分かんないんですけど、結局ね、今回獲得したことによって、まあ、それがね、本当となったというところでございました。やっぱりファン的にはね、まあ、助っ人枠全部埋まってないっていうところにもなりますので、獲得っていうのはして欲しかったところなんで、まあまあ、本当に戦う姿勢っていうのも見れてね、いい補強になるんじゃないかなっていうふうには思いますよね。まあ、しっかりと、そこを整備してですね、まだまだ分かりません。本当、2位から5位までですね、セリーグ詰まってます。6位の中日っていうのもですね、まだ全然可能性ありますので、まあ本当で一人でも戦力は多い方がいいと。はい、でこちら見ていきましょう。起用法は分かりませんが、中継ぎ陣がかなり登板方なので少しでも助けになるといいのですが、日本の、マウンドやボールドアウトいいなということですね。で起用法がどうなるかっていうことですよね。まあ、普通に考えたらクリスキーと交代で、まあ、リリーバーっていうところにもなってくるのかな。まあでも先発もね、コロナとかいろいろあって厳しいっていう中で、まあ、悩ましいところなんですが、ただやっぱりリリーフ陣っていうのが結構厳しいんですよね。まあ頑張っているから今の順位っていうところもあるんですけど、リリーフ陣が。ただ本当登板方なんですよね。エスコバーしかり、伊勢しかり。なのでやっぱちょっとでもね休ませてあげるっていう意味で、まあ、しっかりともう一人ね、外国人選手のリリーバーがいてくれればかなり力にはなりますので、まあ、やっぱリリーフが濃厚なのかな。まあこれは本当ね、これからのチーム状態にもかなり左右されるんじゃないかなっていうふうには思うんですけれども、まあ先発リリーフどっちに行ってもですね、まあ、しっかりと結果出せるような活躍っていうのに行きたいですね。では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。